パーシー・ウィリアムズ・ブリッジマンはアメリカの物理学者である。高圧の研究で1946年ノーベル物理学賞を受賞した。マサチューセッツ州ケンブリッジに生まれた。1900年にハーバード大学に入り物理を学んだ。1910年から教官を務め、1919年教授になった。1905年から高圧化の物質の性質の 研究をはじめ、高圧装置の改良を行った。当時の装置が300波の圧力しか発生できなかったのに対して 10GPA 以上の高圧を出すことのできる装置を発明した。液体自体の圧力を用いてシールする方法も開発し、ブリッジマンシールと呼ばれる。開発した高圧装置を使って高圧化の物質の電気抵抗などを研究した。 また大結晶を成長させる方法をタンマンとは別に開発し、その方法はブリッジマン法と呼ばれる。科学哲学の分野で操作主義と呼ばれる科学観の提唱者としても知られる。世界平和に関してラッセル・アインシュタイン宣言に署名した11人の科学者の一人である。高圧物理学の礎を築いた功績に転移を表して、 2014年に計算詞をペロブスカイトはブリッジマナイトと命名された。ありがとうございます。